ニック・スミスは日本のモーショングラフィックデザイナー、映像作家、CG アーティスト、イラストレーター、ライター、VJ。ニック・スミスデザイン主催。本名は格好幸弘。現代美術家としての活動は本名で仕事ではニック・スミスというペンネームを使用。主にモーショングラフィック作品の企画やディレクションデザインを手掛ける。現代美術。 CG アート、印刷媒体、キャラクターデザイン、イラストレーション、ライター、作曲など、表現ジャンルは多岐にわたる。アフターエフェクツモーションタイポグラフィコーザグラフィック社、2000年7月、159ページを出版。青山ブックセンターにて全書籍の週間ランキング10位に入り、多数の図書館に所蔵される。ニューヨークファンデーションワールド社のエージェンシー部門。 インターガイアと海外マネージメントを契約している。デジタルイメージ会員。ザ・アーチストアンアーバンエンバイロメント、インターナショナルファインアートエキシビジョンゲイローリジャ、ラコブナイウメトナスティスロービンジグラデック招待、出品、コレクション収蔵されるなど、展覧会多数。テレビ出演特集、作品掲載、インタビュー掲載など、ありがとうございます。